どうも映画友達ラムです。ラムズキュン。どうも映画チンピラジャガモンの斉藤です。どうも映画バカ芸人アンコです。パニパニューはい、シネマーショットは映画好き3人が集まって好き勝手映画について語っていくという番組でございます。おーおーおーい、あるね、朝から。ということで今回はですね、はい、あの池袋グランドシネマサンシャインさんに来ております。ありがとうございます。いつもありがとうございます。お世話になってます。はい、でですね、今回映画見るんですけど、なんとブラックウィドウ。おっ、ありがとうございます。ようやくってやつですね。お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。あ、最近ねシーズン2全部見たんですよ。どうもということで、今回普通の映画を見るわけではなくてですね、はい、4DX スクリーン、おーこちらで見たいと思います。おこれ、これだよね、このスクリーンがこうなってる。あ、なんか包まれちゃうやつだ。そうそうそう、臨場感あるやつ。はい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 、はい、ということで、じゃあ早速見に行ってみたいと思います。レッツゴー。はい、ブラックウィドウ見終わりました。ですね、急遽、佐々木社長がですね、ここの会議室を貸してくれました。あ、このグランドシネマサンシャイン作ったあの佐々木社長が、社長がありがたいことです。貸してくださいました。本当にありがとうございます。カラオケで撮ろうかとか言ってたんで。あ、そうなんだ。助かります。うわ、本当にありがたい。いや、佐々木ありがとうな。上からだな。ごめんなさい。本当怒られるかも。はい、いないからね、今ね。いたらいいんだけど。社長ありがとうございます。はい、ということで見たんですが、はい、早速感想を。はい、あの MCU ってそのマーベルシネマティックユニバースっていうその、うん、まあ、マーベルの映画化のシリーズの中で24本目らしいですね、今回。うわ、多いね。そんな重ねたんだっていう。すごいね。で、以前あのエンドゲームっていうね、映画がやる前に、あのシネマンションでこういう風に見たらどうですかみたいな動画を出してるので、うん、それちょっと合わせて見ていただけたらなと思うんですけど、まず、あの見てて思ったのが、これ本当普通にブラックウィドウの普通の映画として面白いなって。ああ、その単体としてね。単体としてね。マーベルとかなんか MCU とか別に知識なくても本当普通に面白いお話だなって。そうだよね、そうだよね、いけるよね。はい、私はね、特にあのデビッド・ハーバーっていう俳優さんがすごく大好きなんですけど、今回レッド・ガーディアンをね演じてましたけども、最高でしたね、キャラが。もうね、ダメダメ親父の役がね本当に似合うというか、こう不器用でおじ好きにはたまらん作品となってると思う。そうね、後半良かったよね。後半良かったね。あの太ってる感じもなんかマイティーソーを思い出した。あ、そうだね。太ったそうね。確かに。そう。そうなのよ。めっちゃそうで。そう。あの今回なんか演者は私ばっか見ちゃったんですけど、あのブラックウィドウのあのちっちゃい頃の役をされてた女の子がミラジョヴィッチの。あの娘に似てるなってずっと思ってて、はいはいはい、で終わって調べたら実際に娘さんでした。すごいね、それびっくりしたね。さっき歩きながら聞いて、そう、全然知らなかった。あとプラス、あのミッドサマーの主演の女の子がまた違ったあの演技出てましたね。キャラクターが全然違う、私はあの子すごい好きだなって思いました。はい、単体スパイ映画みたいな感じで。そう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 、ね、なんかロゴの出方とかあるじゃん、地方とかモスクワみたいな、あれも俺007かと思った。今の今一緒一緒。いやー、もうマーベル作品お帰りなさいという。あ、そうね、久々に劇場で見れてるわけですよ、ね、まずそこでしたね。あとはこの今回ブラックウィドウ、この影の暗躍者、そうね、あ、ブラックウィドウこんな過去があったんだとか、この舞台裏でこんなことあったんだっていうね、なんだろう、そういうなあ、自由とは何かみたいな。くちゃくちゃだったよ。自由とはね、絞り出してくちゃくちゃ。まあ、あんまり言うとネタバレになっちゃうかもしれないから。いや、大丈夫大丈夫、全然大丈夫なのかな。全然大丈夫ですよ。でもなんかその操られた人たちがさ、いかに自分を見つける、ブラックウィドウもね、いかに自分をね見つけていくかとか、あとは家族のつながり、血はつながってないけどとかね、ここのねところもまたブラックウィドウさらに好きになりました。泣いてるよ。でやっぱアクションに関して僕やっぱ好きなのが、マーベルはやっぱ肉弾戦よりも僕はやっぱ CG をフルに使ったバトル、やっぱここが醍醐味だなと思って、やっぱラスト
ストのほんと大バトル。そうね。あれはやっぱ圧巻だ。さすがマーベルさんと思って。いやもうほんとすごくて、4DX で見たから、すごい量乱闘シーン。そう。てか俺、ちょっとそれでめちゃめちゃ話したいことあって、座席揺れすぎて、ラムちゃんぶっ飛んでたのね。2回くらい。ちょうど大体ブラックウィドウがこう攻撃した蹴りかなあたりにバーンっていったから、俺、あ、やっぱ蹴られたんかなと思って。だから、誰みたいな。敵の気持ちが分かったよ。そうだ、一番体感されてましたよね。だってもうさ、すごいのボンって蹴られるし、もう物理的に。結構激しかったよね。ラムちゃんの体重だと持ってかれちゃう。持ってかれちゃうから。何回かお尻浮いたもんね。浮いてた、浮いてた。バイーンと。そう。4DX で見たじゃん。俺、この映画とめっちゃマッチしてるなと思って。ああ、そうね。まず冒頭すごかったのが、ほら、マーベルのいつもの、てってれれれれって曲あるじゃん。あれに合わせて、ドゥンドゥルルみたいな。あ、そう、そこで揺れるんだって。そう。曲に合わせてやってんだよね。で、プラス、今回ほら、煙とかも、まあ、ガスのシーンとかシンクロしたりとか、あと、バッて急に光、こう、浴びるシーンあるじゃん。やっぱ、3面あるから、本当に照らされた感あったもんね。眩しかった。あそこマジたまんなかった。びっくりしたもんね。びっくりしたもんね。普通にびっくりした。ややこしいのがですね、24作目なんですけど、ちょっと時系列が、ちょっと前になってまして、シビル・ウォーっていう、アベンジャーズっていうそのヒーローの軍団が、まぁちょっとこう、分離ね、喧嘩しちゃうんだよね。アイアンマン派とキャプテンアメリカ派になって、別れちゃう。で、ナターシャ、今回のブラックウィドウ主人公はキャプテンアメリカ派なんですけど、逃げることになるんですね、キャプテンアメリカ側が。で、その逃げてるナターシャの話になるので、時系列的には、おそらくその、シビルウォーの直後、っていうような感じで捉えていただけたらなと思うんですけど、ラメちゃんが言った通り、多分、いきなりこれ、MC 一歩も見たことなくても、全然いけるはいけるなっていう。はい、ただ、そのエンドゲームというね、一個の完結戦がありまして、これで何が起きたかがわからないと、その、急にそのブラックウィドウ、ってなっちゃう。そこは映画が、なんで、っていう、その、超パニックが起きてしまうなっていうのと、最悪シビルウォーとエンドゲームさえ見とけば、もうほんと最悪。最悪ね。最悪の場合ね。全然感情移入できないかもしれないけど、最悪この二つさえ見とけば、なんかまあ最後の、もう。まあ、ギリね。その事実としては把握できるっていうことにはなると思います。はい。あとね、でもこれ、もともと予定が延期しちゃったから、今、ディズニープラスという、ネットで、3本ドラマが、MC があるんですね。やってるね。で、その3本のドラマの前に本田ブラックウィドウやる予定だったんだけど、そうなんだ。ずれちゃって、ドラマが先に来て、今4本目としてブラックウィドウ来てるんですよ。はい。で、一応、ドラマを見とくとより 100% わかるかなっていう感じですね。はい。全体的には結構シリアス社会派スパイモノっていう感じ。ほら、暗殺者のじゃん、なんですよね、もともとブラックウィドウって。でも、ブラックウィドウってやっぱアベンジャーズを経てるから今回の、ヒーローになったんだなって、こう随所ですごい思うというか、その殺すだけじゃなくて、相手をこう助けるっていう判断を、やっぱ随所でしてて、で、それがこう、絶対絶命じゃんっていう展開になっちゃったりするみたいなところが、やっぱいいし、あとやっぱ最後ね、ある敵との、どう対峙するかみたいなところも、はい、ヒーローになったんだな、ナターシャはって、ちょっとこう、ほっとできるような感じもありつつ、でもとりあえずブラックウィドウ、もう、これまでありがとう、お疲れ様でしたという感じだったんで。そうだね、お疲れ様でしただ。間違いなく早めに、多分いろいろネタバレ食らっちゃう場合もあるので、早めに劇場に行っていただきたいと思います。そうだね。はい。お願いします。お願いします。やっぱここでしか体感できない。そうですね。ことがあるんで、ぜひ 4DX おすすめあんこです。おすすめあんこ。はい。はい。まあ私はちょっと着陸失敗しました。着地ね。あ、はい。それも失敗しました。